色とりどりの花が並ぶ札幌の青果店。いつもであれば注文の電話が鳴りやみませんが、店内は静けさが漂っています。この辺ですね。本当置き場所ないときにはもうここにずらっと配達物が並んでるんですけども、もう本当ここ最近はここに並ぶことなく。青果店にとって大きな収入源となるのが卒業式やコンサートなどのイベントです。しかし自粛が相次ぎ、北海道唯一のプロオーケストラ札幌交響楽団も先月22日のコンサートを最後に全ての公演を中止しています。もうお客さんも楽しみにしていていただいたと思うんですけども、苦渋の決断をさせていただきました。オーケストラのメンバーはインターネットに演奏の動画を公開しました。しかし公演再開のめどは立っていません。イベントの自粛が相次ぐ中、札幌市内の4店舗で花を販売する明洞甲風園では3月の売り上げが半分に減ってしまったといいます。契約しているホテルさんの婚礼が延期になったりとか、半年後の延期とか、そういうところはやはり会社単位で行われる送迎会なんかの お花なんかですね、少なくなってますし、テナントとして入っている建物の休館、そういったものに影響して3月は売り上げが支店ベースだと半分ぐらいになってますね。売り上げが減ったことで、この店では今週から週に2日の臨時休業を余儀なくされました。現状を、この会社として維持できるように、少なくともやはりお花の仕入れを少なくせざるを得ないですし、社員に関してはできる限り、可能な限りお休みをしていただいているっていう形ですので、影響は花の生産者にも。深川市内の農業用ハウスです。こちらでは出荷を待つ花が咲いています。今月から卸値が一気に下がったということです。このハウスで育てているのは卒業式や送別会の花束に人気のクリスマスローズです。しかし外出自粛が広がってからは卸値が1株180円から120円に、一気に3割ほど下がりました。もう一つ の、ね、出しているビバナムの方はもう本当に半分以下の値段になっちゃってるんでね。花の需要が大きく減る中、農林水産省の職員はこんな動画を作りました。農林水産省九州農政局の白石です。野田です。花を家や職場で飾ってもらおうと YouTube に動画を載せて呼びかけています。身近な人に日頃伝えられない思いと一緒に花を送ってみてはいかがですか。以上、農林水産省からのお知らせでした。深川市の生産者、出荷が本格化するのは6月以降で、今大きな危機感を抱いています。今本当仕込みの段階なんで、今年経営してもいいのかなっていう声もちょっと聞こえてるんですよね。やっぱりね、作ってはいいが売れないってなったら、こっちも死活問題になりますからね。